こんばんは。元男の子で元高知高校野球部で元142キロピッチャーの青木香音です。本日もですねこちらバッティングパレス肌の店さんにマウンドをお借りすることができました。しかもですね閉店後から今回特別に使わさせていただけるということで本当ありがとうございます。以前ですね出した動画でも私は話してますが、性別を男から女に変えて果たして元142キロピッチャーが女になって何キロスピード出るのということで、私は春までに120キロを目標にピッチング動画いっぱい出してるんですけども、今日はですねそのピッチングでもっといい結果を出したいということで、今日は新たに特別なギアを用意しました。こちらです。ドン、野球用のスパイクでございます。いつも投げる時にこうやって足をこう踏み込んだら滑っちゃってたんですよね。視聴者さんからもしかしたら投げた時に地滑りしてるからスピードが出にくいんじゃないのっていうことで、今回ですねこのスパイクを用意しました。これを履いたら今日は120キロ出るんじゃないのっていうことで、早速ですねピッチングしていきたいと思います。お願いします。よし、スパイクでの初ピッチングいきます。気合い入れるぞ。最高記録と同じ、はい、ってことはあと3キロの先で、あ、3キロやったら、よし、体がもう
バランス崩すとでも108か。あ、でも危ないじゃん。2週間3週間ぐらい前が111キロで2キロ更新、2キロ更新です。113キロ、今回113キロ出ました。次 どの目標値に、4月中に120キロチャレンジじゃないですか。115キロじゃないですか、2週間で。どうでしょう、いけるかな。いけそうな感じがしますけど、結構球が生きてるので。前回と違いました。前回と全然違いますよ。球の風切り音にしても、スピード威力にしても全然違いました。違いました。前回ちょっと垂れてたって感じ。そうですね、前回は垂れてました。本当ですか。全然垂れてないですし、変わらん時のやつを思い出してもらいますけど、はい、変わらん時って、まあ、ポトポト落としてましたけど、はい、ビタ止めができたんですけど、威力が上がってるんでビタ止めができないんですよ。よかった。引き続きですね、あのトレーニングをして120キロ、お前どこ目指してんだって言われるかもしれないんですけども、目指すことはあのいいことですので、引き続き頑張っていきます。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと今回、撮影にご協力いただいたバッティングパレス肌の店さんの詳細も画面の下にありますので、そちらも画面下からチェックお願いします。閉店してからあの使わさせていただいてるんで、本当ありがとうございます。あと私の、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントもありますので、そちらも画面下からフォローお願いします。フォローお願いしてばっかでごめんなさい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。